Mad Cafe Garden presents Sticky Style.時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンキロです。素敵スタイル今日も始まりました。よろしくお願いします。さてさて、こちらの東京はですね、ちょっとやっぱり雨とか曇りみたいなことが増えてきて、いやいや梅雨が来るぞ来るぞという感じですけれども、とてもね、気候自体は過ごしやすくてそんなに暑すぎずいい感じです。沖縄の皆さんはいかがですか。さてそんな私ですが、もう6月の19日のライブが迫ってまいりまして、ちょっと練習してみたりとか、歌い分けを、ゲストの久川さんの2人で歌う歌があるんですよ。あるのでちょっとその歌い分けを考えたりとかしてます。なのでよかったら来てください。中目黒楽屋と書いて楽屋というライブレストランです。6月19日の夜7時開演です。私の一番新しいアルバム桜というアルバムを持ってくると1000円オフっていうね、素敵な特典ついてますので、東京にいらっしゃる方はぜひお越しください。さてでは今日はこのコーナー参りましょう。早速です。 The Voice From、 今日は東京狛江です。杉本さん、北沢さん、お願いします。キロさん、 FM ギノワンのリスナーさん、こんにちは。俳優の杉本茂です。女優の北沢ゆりえです。実はですね、私どもは東京都狛江市にあるコマラジというコミュニティ FM で、杉本茂の午前様木曜日という番組を担当させていただいております、はい、ね、他局の番組に、なのに他局の宣伝をしているような感じなんですけども、はい、今日お話ししたいのはこの東京都狛江市、はい、この東京都狛江市っていうのは、日本で2番目に面積が小さい市。そうなんですよね。はい、もう面積が6.39平方キロメートルです。そうです、はい、とてもちっちゃい。そうなんです、ね。まあ、そんな東京都狛江市なんですけども、狛江百塚と呼ばれるほど多くの古墳があるんですよ。これご存知でしたか。あ、知ってますね。はい、歩いてると本当にすぐあります。そう、ありとあらゆるところに、あ、古墳がっていうところがあるんですけども、はい、まあ、そんな、古墳をちょっとご紹介したいですね。狛江市を代表する古墳5つを巡るウォークラリーっていうのが実はあるんですよ。はい、うん、実際は狛江市70カ所近く古墳があるんですけど、古墳ファンにはもうとてつもなくよだれが出るほどそうですね、そう、垂涎の的になっている狛江市、まあ、そんな、古墳、代表的な古墳5つを巡るウォークラリーがある、ね、はい、題して歩こう狛江市内の5カ所の古墳を巡るウォークラリー、うん、でこれは、市が主催しています。狛江市が主催している。巡る順番はとか、あと回るルートは自由です。古墳散策マップをもとに街を散策しながら古墳を訪ねてみるっていうのはね、いかがでしょうね、うん、でね、それこそ宜野湾の方ね、沖縄の方ほとんどだと思うんですけど、はい、もし東京に来た際に、はい、え、狛江、あ、行ってみようかなって思った方はね、特に古墳好きの方とか、そうですね、ね、いらっしゃったらぜひ狛江の方にも足を運んでいただいて、狛江のね、古墳を散策していただければと思うんですけども、でこの現地にいて古墳を訪れた証として写真を撮影すると、古墳カードっていうのもらえるんですよ。古墳カード、うん、これなかなか素敵なのでぜひ手に入れていただきたいと思います。ということで、私ども杉本茂と北沢ゆりえでした。はい、ということで狛良地のコミュニティ FM で杉本茂の午前様木曜日という番組をやっておりますので、そちらもよかったら聞いてください。キロさん、そしてギノワンのリスナーさん、ありがとうございました。はい、
コマラジでですね、あの出演させていただいてね、何度となく言ってましたけれど、そんなに古墳があるとは知りませんでしたね。なんか集めたくなりますね、その古墳カード。ぜひ皆さん行ってみてください。では今日のメインコーナーです、どうぞ。マグカフェアットガーデン素敵スタイル、今日のゲストは声優の勝沼清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそようこそ。お招きいただきましてありがとうございます。嬉しい。そして今日はですね、あのここ渋谷にあります、うん、ベントゥーノ東京というイタリアン食堂っていうかご飯屋さんから来てます。美味しかったね。美味しかった。何食べたんだっけ、シーフードなんだっけ、ピラフですね。ピラフ、ピラフ、もうエビがプリプリででっかくって、うんうんうん、すごい歯ごたえだったし、もうピラフとあとサラダがこんもりきたのが嬉しかったですね。来たね、こんもりきた、ね、あの私はビーフ、あのハヤシオムレツ、オムライスだったんだけど、うん、あれなんですって、ここね化学調味料使ってないらしいよ。おー、美味しいわけだ。 それででも作るってすごいなみたいな。うんうん、うん、でしかも IKEA の下、あのセンター街の IKEA の下にあるのが、はい、もうめちゃくちゃ交通の便もいいよね、うん、よかったらちょっと近くに来た人は来てくれると嬉しいな。ということで今日はですね、トークをカツニーと、もうカツニーって呼んじゃうけどね、はいはいはい、行きたいと思うんですけど、もともとは間にあれだよね、天宮さんっていう声優さんがいて、はい、その声優さんに、ご紹介いただいて、はい、なんやかんやと一緒にライブもやっていったりしましたね。うん、そうですね。ありがとうございます。はい、そんなカツニー、皆さんはご存知か方はきっと格闘ゲームとかですかね、ご存知なのは。ちなみに格闘ゲーム、ね、どんなキャラの何やってるんでしたっけ。今あの SNK さんのザ・キング・オブ・ファイターズというシリーズで、まあ、今最新が15なんですけど、ここでラモンというキャラクターの声をやっております。どんな技の名があるんですか。別にセリフで言わなくてもいいけど、あのタイガーネックチャンスリーとかですねタイガーロードとかですね、まあ、タイガータイガー言ってるやつですね。いわゆるルチャリブレっていうメキシカンプロレスの、それを技を使うキャラクターなんで、もともとタイガーマスクのような動きをするっていうところから始まったキャラクターですね。面白い、うん、長年どうそういうキャラクターと一緒に共にする感じっていうのは、だってすごい前なんでしょ。ん、何年前ぐらいからですか。でもこれは僕がこのキャラクターをやるようになったのは、14からなんで、それが何年前だろう、4年ぐらい前ですかね。あ、そういうことか、うんうんうん、じゃあみんなの愛されてるキャラのバトンを渡ってる感じなんだ。そうです、バトンをいただいてっていうことなんですけれども、でも今やその世界中でね遊んでいただけてるので、その日本語の音声で遊んでいただけてる。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、だから結構メキシコのレスラーっていう設定なので、結構メキシコにファンの方多くて。面白い、はい、俺はもう本物だって言われたら面白いね。だからツイッターとかね、あの結構スペイン語でなんかお祝いコメントが来たりとか、15に登場するよってことが公式で発表されたら、やいのやいのって感じ。やいのやいのと。嬉しいね、はい、嬉しいですね、うん。じゃああとはカツニといえば、今ちょうどネットフリックスでやってるアニメにも関わってるということですが、ね、はい、今ちょうどネットフリックスでタイガー&バニー2が、放送中なんですけれども、まあ、ネットフリなんでね、1話から今13話まで、うんうん、はい、いつでも見られる状態になっています。はい、あれだよね、情報では全25話って書いてある、ね、そうですね、はい、へえ、今のところは13話まで見られるっていうことで、うんうん、まだ見てない方もいらっしゃると思うので、中身にはね触れませんけど、その中でケインという、ヒーロー TV というテレビ局のディレクターの役をやっております。1結構出てたよね、1の方ね、ネットフリじゃない方。そう、2011年の、春に放送されたテレビアニメ版はもう第1話から結構ずっとテレビ局のシーンにはずっと出てるって感じでしたね。あと劇場版ももちろん、うん、すごいな。何気にあれなんですよ、サブキャラクターなんですけど、物語のキーとなる一言をポツッと言ったりとか、おーおー、そんなことが。おいしいね、パート1から。おいしいね、うん、でも超脇キャラかと一瞬思うよね、見てるとね、うん、そうなんですよ。そして意外と常識人の役なんですよね。あ、そうなんだ、うん、チャラいイメージあるけどね。チャラいイメージある、見た目ね、見た目、意外と上司のアニエスさんが暴走し始めるとそれを止めたりとか、今どうですか、収録の現場とかっていうのは。うん、まあ今ですね、このなんですかね、感染症対策で
分散収録に今なってるんですよね。何分散収録って、昔だったら全員そのシリーズに出るっていうかその話数に出る、はい、声優がみんな一度に集まってマイクの前に入れ替わり立ち替わりで撮るのが、イメージ ね通常だったんですけど、もう今は3人ずつとか2人とか、多くて4人とか、いう感じで時間で分けて。へえ、じゃあ頭から撮らない時もあるの？順撮りすんの？一応順撮りなの？いや、だから例えば溜めて撮ったりとかもありますね。そのもう今日1話と2話と3話の分撮っちゃいますみたいな。へえ、ちょっと今日そういう裏話ちょっと言える範囲でぜひ教えてほしいんですけど、映像よく私ね、ほら昭和のアニメファンからすると、アテレコ現場に行くともう原画が描かれてないパタパタの中やるんですとかあったけど、最近はどうなんですか？今もそれは今もそうですね。あ、そうなんですか。コンテのところだけで見てやったり、もしくは線がこうやってあなたこれよっていうのが走ってる間しゃべるとか。そうですね、ある程度もうコンテ書かれてるものがほとんどで、でボールドっていうその役名がポンポンと出るので、そのタイミングに合わせてしゃべるっていう、やり方は今も変わってないんですけど、ただまあさっき言った通り、人によって撮るタイミングが違うので、例えば自分が後発隊だったら、もう前に撮った人の声が入ってたりとか。あ、面白い。あるいはリハでリハ V っていうのを見せてもらうんですけど、それよりもちょっと絵が進んでたりとか。面白い、っていうことはあります。へ、それアニメも洋画も。洋画はもう出来上がってる。あ、そっか、洋画は吹き替えだけ。何言ってんの。なるほど、でも全然分かんなくて、ね、面白い、いろんな感じになってんだね、分散ね。じゃあ映画撮影するみたいにもうギュッてみんな出演者に合わせてバン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 って撮っていくんだろうかね。そうですね、勉強になります。でアニメとかだと、まあ、以前の話になるんですけど、シリーズものが始まるよって時なんかは、たまにあるんですけど、第1話バッチリ絵ができてるとかねもうバッチリもう色も塗られててできてるんだけど、第2話から少しずつ途端にね、徐々に、あ、落ち着かなくなってんなみたいな、っていうことも。そうだよね、だって十何話もあんだからさ、そりゃそうだよね。いろんなことがあるんだなっていうことで、はい、ここではですね、いつも何か1曲かけたりしてるんですけど、はい、今日はですね、せっかく勝兄がいるので、ラジオオーディオドラマをちょっとかけようかなと思ってます。あれですか。あれです、あれです3分間のハローと言いまして、私の配信アルバムハローフレンズというものに収録したんですけど、そうか、3分間のハローという私の歌をモデルに作ったショートで、そこで勝にはですね、天宮奈緒さんという声優さんと一緒にこうペアでね出ていただいてるんですよね。はい、はい、チョイキュンストーリーですね。チョイキュンストーリーね、じゃあちょっと前情報言わんで、ちょっとお聞きいただければと思いますけれども、はい、まずは聞いてください。オーディオドラマ3分間のハロー。じゃあ、お疲れ。あ、もう出る？よかったらこれから。ごめん、ちょっと今日は。ああ、そうだよね。オッケー。私はもうちょっと企画書やってこうかな。金曜なのに大変だね。じゃ、お先。ああ、お疲れ。のハロー。待って、終電。嘘でしょ、乗れなかったか。JR ならまだあるかな。はあ、駅着いたらコンビニ寄ってく？そうだな、明日の朝ごはん買いたいかも。せっかくだから朝ごはん一緒に作ろうや。いいね、それ。だったらコンビニじゃなくて駅前のスーパーにしない？あ、そうだね、駅前のスーパー24時間営業だから。
今から行っても大丈夫だもんね。ああよかった。そしたらさ、朝ごはん何食べたい？そうだなあ、優香が作った味噌汁が飲みたい。なんかその言い方照れるな。優香は俺に何か作ってほしかったりしないの？そうでした、金曜の晩でした。はあ、あいつもう寝てるかな。もしもし。あ、ごめん、私桜木です。桜木さん、どうしたの？遅くにごめんね。特に用はないんだけど。飲んでたの？うん、今会社終わったとこ。金曜の夜なんだからほどほどにしていいのに。あれ、桜木さん、電車大江戸線だよね。桜木さん家の方終電もうないんじゃん。そうなの。だから今 JR のホームにいる。東中野まで行ってそっから託ろうと思って。そっか、総武線の終電ってことは、あと3分くらいで来るかな。そうだね、あと3分くらい。じゃあ3分おしゃべりしましょうか。ありがとう。ということで、はい、オーディオドラマで3分間のハロー、ね、いかがでしたでしょうか。途中までね、途中までちょっと気になるところまでだったのかな。そうそう、って思うんです。この続きは実は来週もお届けしますので。引っ張りますね。よかったら聞いてください。はい、そんな勝兄ですが、ツイッターね結構やられてるイメージなんですけど、はいはいはい、最近ちょっとどっか行ってませんでした？そうなんですよ、先週いわきに行ってまいりまして、福島県の、ね、いわき、あの海岸の方ですね、はい、はい、行ってまいりまして、美味しいお魚をたくさん食べてます。なんですって。それ遊びに行ったの？そう、遊びになんですけど、はい、実はきっかけはですね、そこのいわきの7つの浜があるんですね。七浜って言われてる、浜の名前が7つあって、うんうん、でその七浜を擬人化、イケメン化して、キャラクターになってるのがご当地にあるんですね。はー、で、いわき七浜イケメンプロジェクトっていうプロジェクトなんですけど、うん、でその中の、南から2つ目の小名浜、はい、ダメだ、笑っちゃった。いいね、小名浜。小名浜の、うん、キャラクター小名浜陸というのの、YouTube でその声を私が担当しておりまして、はい、で実はそれまでね、いわきは行ったことがなかったんですよ、うんうん、だからちょっと一度行ってみたいなと、自分がそのご当地キャラをやってる場所に、うんうんうん、で休みの日に、休みをもう作って、うん、で2日間死守して、で2日間自分の車でね、うん、はい、高速飛ばして行ってまいりました。なるほどね、はい、どうでした？じゃあその制作スタッフの皆さんとは会えたの？会えたんです。もともと向こうにわざわざね、こっちのスケジュールに合わせてね、案内とかしてくださいよっていうのもちょっと申し訳ないなと思ったんで、うん、もう行って、まあ、偶然だったりでも会えたら、うん、ラッキーかなぐらいの気持ちでいたので、うん、で行ってから、実は今いわきに来てるんですって言ったら、うん、そしたらすぐに駆けつけてくださって、うん、はい、で美味しいお魚のお店とかご案内くださったりとか。よかったね、すごい。どうですか、小名浜陸くん的には、はい、なんかおすすめポイントとかあるんですか、そのあの辺の。いやもうね、うん、とにかく魚がうまいんですけど、うんうん、多分あまり馴染みがないかなって思うものを挙げると、メヒカリっていう魚が地魚であるんですよね、うんうん、このメヒカリがうまいっす。やっぱそうなんだ、うん、こんくらいなんだっけ、こんくらいだっけ、メヒカリ。そう、そんな大きくないよね、
これぐらいかな。そんくらいか。なんかワカサギよりも大きいけど、イワシ、ちっちゃなイワシみたいな感じ。白身ですよね、確かに。そう、白身。何で食べ、どうやって食べたんですか。いや、唐揚げも食べたし、炙りのお寿司も食べたし、はいはい、あと、めったにないんだけど、生のお寿司も食べました。なるほど。いや、私も、それは珍しいね。うん、へえ、いいな。ていうかさ、生とかお寿司とかって、うん、その地のお魚の そこでないと食べられないですもんね。そうなんですよ。へ、お刺身定食とかもすごいこんもり、もうやだ、羨ましい。でも生魚大好きなんで、うんうんうん、まずその刺身を残すなんて絶対ありえない。うんうんうん、うん、でもちろん結論から言うと完食したんですけど、うん、正直ちょっと完食できるかなってちょ途中で心配になるぐらい。お刺身食べるだけでお腹いっぱいってこと？そういいなぁ。でまさかこの自分が刺身をもしかして食べきれないかもしれないっていう不安瞬間が訪れるとはこの人生の中で、この人生の中で絶対にないと思ってたんですけど一瞬こう大丈夫かなってね、よぎりました。面白いね。でも美味しかったんで、うん、もちろんペロリと食べましたけど。どうやってそのオナハマリク君の仕事はやってきたんですか。これはの声優図体なんですけどね、うんうん、その中のキャラクターの一人を、久野浜の、キャラクターの一人やってる綾瀬まりやさんっていう方が、うんうん、まあ、声かけてくれて、おすすめしてくれたんだ、クライアントに。この人だったらっていうふうに推薦してくれたので。へ、面白い。じゃあいろんなところからお仕事来るんだね。そうですね。同様の人が紹介してくれるのって嬉しいね。うん、そう、それやっぱ嬉しいですよね。ミュージシャン方面だとさ、そんなに、まあ、あるか。私歌う、この人と歌うんだったらこの人がいいんじゃないですかとか、例えばデュエットを歌う時とか、それあるか。じゃあ結構音楽はあるかもな。うん、面白い。そうですね。僕はちょっと話外れますけど、インプロって即興劇やってるんですけど、うん、やっぱりこう一緒にやりたいって言われるのがやっぱり一番の褒め言葉だなっていうふうに、ね、なるほどね。それはちょっと新しい感覚分かった、うん、なるほどね。この人と同じステージに立ちたいとか。うん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 、それ面白いね。ちなみにカツニーはいるんですか、この人と同じステージに立ちたいと思う人、思った人。いや、もちろんもちろん、もうこれまでだってたくさんいらっしゃいますし、例えば先輩とかでもね、うん、声優の先輩とかでも、うん、キャスティング表を見てその人と一緒の現場だとめちゃくちゃテンション上がるみたいなのありますよね。やっぱりある。あ、そっかそっか。あ、いいんだそれ。いや、ほら、来週話そうと思ったけど、私もほら、うん、今声優の端くれになろうと頑張っているわけだけど、そうすると、あ、そういう目線もありますね。うん、あります。なるほど。それで別にそのなんていうかな、わーってファンでわーっていうよりは、うん、というよりはなんか一緒の仕事をすることへのなんていうんですかね、うん、なんか友情なんか分かんない、なんか掛け合い、うん、なんだなんだろうね、絆的なものですね。絆的な、はい、うん、だからわ、この先輩と一緒なんだ、嬉しいな。なんかもちろんその先輩のお芝居が好きで、はい、っていうのもありますし、うん、だから僕一例を挙げると、はい、まあ、もう亡くなりになってしまったんですけど、藤原啓治さんと対決ができた。すごい、それ上がる上がる。番組がヨルムンガンドってアニメで、1対1の打ち合いができたんですよね。すごいじゃん。それは僕その前から刑事さんと、実は声優の世界に入る前から知り合いだったんですよ。あ、そうなんですね。で、すごい声優さんだってことはもちろんその時からは知ってたし、うん、で業界に入ってからもその現場でご一緒するとやっぱりいろいろ可愛がってくださって、何かと声かけてくれてた先輩だったんで、打ち合いした、打ち合いをした時にはもう興奮しましたね。面白いね、募る思いがあるからね、こっちはね。そう、募る思いがあるから。しかも原作を、漫画を読んだ瞬間にもう刑事さんが声で聞こえてきたキャラクターだったから、うん、キャスト表を見た時にまず興奮しましたし、ね、あ、そういうことか。その時は分かんなかったけど、分かんなかったけど、へえ、面白い。現場で言いましたもん、もう原作読んだ時からこれ刑事さんの声で聞こえてましたよ。本当ありがとうっつっておっしゃってましたけど ね。ああ面白いね。いろんな話はちょっと尽きなくて、まだまだちょっと興奮していろいろ喋っちゃうんだけども、もう今週は続きは来週に持っていくとしまして、はい、よかったら告知なんぞ。あ、はい、先ほども言いました通り、私舞台やっておりまして、うん、まず、インプロの舞台があります、うん、7月9日土曜日、西荻窪の西荻ターニングで、昼は14時30分から、うんうん、夜は19時から、
即興劇ですね、インプロというお客様のアイデアをその場で、お芝居にするという即興劇のステージがあります。ぜひ私のツイッターなどで、詳しい情報載っておりますので、お越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続きはまた来週ということで、はい、声優の、勝沼清さんでした。また来週ありがとうございます。ありがとうございます。また来週。エンディングです。さあ迫ってまいってます。6月19日にですね、私が大好きで憧れてた声優久川彩さんと一緒にライブをします。6月19日夜です。私のホームページマグカフェアットガーデンで検索いただければと思います。そしてハッシュタグ素敵スタイルなどつぶやいていただけると嬉しいなと思います。今ね、練習リハーサル回った中頑張りますのでよろしくお願いします。それではまた来週。マグカフェアットガーデンのキロでした。バイバイ。口づけ